してるのかな。わあ、見える見える。結構でかいな。はい、どうもこんばんは。今回は二次ロクワガタの幼虫の餌を交換します。前回ね、このボトルに二次ロクワガタの幼虫を移動してきて、であれから約3ヶ月が経過したところです。で今日はね、ブリーディングを開始して150日目になりますね。でこの左の禁止瓶のボトル、前回の段階で10本あったと思うんですよ。あれからね、ちょっと友達が欲しいっていうんで5本譲ったんですよね。で半分になって5本です。禁止瓶とマット5本5本で計10本で、さらにですよ、この左の禁止瓶なんですけどね、約1ヶ月前に交換しちゃったんですよね。あの夏の間にちょっと菌糸が劣化し始めちゃったんで急いで交換しちゃいました。なんだか5本中1本だけね、これ幼虫、幼虫みたいなの作ってる幼虫がいるんですよ。ただこれ投入してまだ2ヶ月ちょっとしか経ってないんで、ちょっと判断しかねるので、こいつはまだ禁止瓶の交換はしない方がいいかな。そっとしておきます。13g。 いや今日は5本ある禁止瓶のうちの4本を交換したんですけど、一番重たいのはこいつでしたね。禁止瓶に投入して2ヶ月でこの体重ってどうなんでしょうね。いやちょっと大きく育ってほしいですね。楽しみです。で幼虫作ってるんじゃないかなんつって、そっとしておいた幼虫なんですけどね、あれから1週間後ぐらいにこちらの禁止瓶に移動したんですよ。食根がね出てないんですよね。なんか掘り出した時にね、結構ブヨブヨだったんですよ。もしかしたらダメなのかな。まあ期待は捨てないでこのまま管理を続けていきます。で今回はね、こちらのね5本、マットの5本、こちらの瓶を交換します。では早速始めましょう。ね、こっちのマットの方は確か1匹卵だったんですよね。ちゃんと孵化してるのかな。うわ、見える見える。結構でかいな。いや、思ったほどでかくない。一回全部取り出してからね、それから体重を測定します。あ、こちらも1本目と同じぐらいのデカさですね。卵の状態で入れたのどれだっけな。皆さんあれ、保温とかどうしてます？管理温度とか。僕んちっていうか、この昆虫がいる部屋は温室になってるからあんまり心配してないんですけど、まあ、機会があったら温室とかも作りたいですよね。これなんかやばい気する。マットがね、片詰めされた状態ですね。あー、いないなー。これ多分あれだ、卵の状態で入れたやつだ。うわー、孵化しなかったっぽいですね。残念です。4本目。ちょっとこれ 見ない方がいいな。死んでますね。
違いがあります。でこれ最後の一本ですね。あ、こちらは見えますね。うわ、これ大きいですね。ちょっと重さ測ってみましょうか。よいしょ。いや、5匹中3匹しかいなかったってちょっとショックですね。難しいです。これ一番ちっちゃいやつ 8g。 でこれ最初に掘り出したやつかな。2番目に大きいやつ8g。 これ一番大きいやつですね。最後に掘り出し、最後だっけ、ちょっと忘れちゃいましたけど、13g。 やっぱりあれかな、金糸瓶の方が育ちはいいのかな。もうちょっとみんな重たかった気がします。いやー、交換のボトル5本用意しておいたのに。外国産のクワガタのブリーディングはこれが初めてですけど、ちょっとね、自信なくなっちゃいますよね。いや、5本中まさかね、2匹も死んでるとは思わなかったですね。まあ1匹は孵化してないかななんて薄々思ってたんですよ。でもう1匹がちょっと予想外っていうか、思ってもいなかったことですね。ちょっとへこみます。今回は1回目の餌交換をしたわけですけど、幼虫が死んでいて残念ですね。これからどんどん寒くなっていきますけど、温度管理を怠らないように心がけます。金糸瓶の方はあと1ヶ月半後ぐらいに交換かな。いやー、大きい個体が羽化するといいなーなんて思ってましたけど、今はね、無事に羽化してくれればいいと思ってます。というわけで今回の動画はこれで終わりです。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。さようなら。